ファイト。先方大将戦、夢神 VS 肉。相性としてはじっくり粘りたい夢神シエルだが、肉七谷がじわりじわりと固めてくる。ここでジャンプ C がカウンター。これは美味しい。シエルの中段から崩しに行ったがたまらずスパーク。あそこからのコンパは痛いので正しい選択だったでしょう。ピンク七谷無理はしない。暴れ潰しをメインに相手が勝手に崩れていくのを待っているだけ。ここでジャンプ B が当たって夢神シエルのターン。画面端に投げて暫定に勝利。昇竜からのスパキャン出すことで、おっとこれは当たってしまう。固め継続してくる夢神シエル。一風を絶妙に使ってくる肉七谷。夢神シエル体力では勝っている。ここはビハイロで逃げて逮捕は読めていたが、じわりじわりとダメージを稼ぐ。ここは 8A で差し込む。七谷のしゃがみ C 非常に強い。息を呑む展開になってきた。ここは解放してしまった。七谷のプレッシャーに負けてしまった夢神チーム。負け犬は黙ってろ。ごたて